はい、皆さんこんにちは。コーヒー侍です。今日のテーマはこれだ。今日はですね、こちらのビアレッティのブリッカと通常のモカエキスプレスをご用意しました。今日はですね、ちょっとした、実験をやってみたいと思います。最近ですね、お遊び程度なんですけど、TDS を測る道具を手に入れまして、TDS というのはトータルディストルブドソリッツというですね、コーヒーの液体の中に水以外の成分がどれだけ入っているかというね、そういった値なんですね。抽出、普通のドリップコーヒーですね、の TDS の基準がだいたい 1.15 から 1.35% と言われております。でエスプレッソの TDS は 8% から 9% ぐらいというふうに言われているんですね。要はコーヒーの濃さを測定する値みたいな、そんなイメージですね。一回ね、僕が自分でこうものすごい濃いね感じでドリップをじっくり入れた時に、もう1.65 とかになって、もうかなりね、こうすごいなんか、あ、濃いドリップ入れちゃったなっていう時があったんですよね。で通常の感じで入れるとやっぱね 1.15 とか、あ、そんな感じになるんですよね。で今日は何をやろうかと思いますと、このね、通常のモカエキスプレスで入れたコーヒーと、このブリッカで入れたコーヒーで TDS の違いはあるのかどうかというね、検証をやってみたいと思います。コーヒー侍チャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは皆様ご唱和ください。コーヒーは自由だ。行ってみよう。今回ね、マキネッタの入れ方に関しては他の動画たくさん撮ってますので、そちらをご覧ください。使う道具なんですけど、こちらはね、ブリッカの2カップ用の、ネロですね、を使います。通常のモカエキスプレスは、これ3カップ用にはなってしまうんですけども、容量を合わせていきたいと思います。コーヒーは、ビアレッティのこちらクラシコというね、この豆を使います。普通に抽出をして TDS をね測っていきたいと思います。ではね、火にかけまして抽出が終わっております。ブリッカはね、こんな感じですね。結構ね、クレマがちゃんと立っていて、濃厚な感じに入ってます。モカエキスプレスですね。こちらもこういった感じでね、クレマはないですけど、濃厚にね、こちらも入っております。はい、ではね、早速、ちょっと TDS 調べてみましょう。ものすごく正確かっていうとね、そうではないかもしれないんですけど、ちょっとね、実験がてらこれでやってみたいと思います。で最初にね、ゼロのね、これを基準をちょっと合わせなきゃいけないんですけど、ちょっとね、精製水がないので、ちょっと浄水器を通した水道水ですね、でゼロ地点というか基準にしたいと思います。こんな感じでね、入れまして、はい、ゼロ。はい、ではね、早速測っていきたいと思います。まず実験がてらなんですけども、こちらね、ドリップコーヒーです。まずこちらをね、で測ってみましょう。はい、測定結果が出ました。上はちょっとね、今回は考えないとしまして、下の TDS ですね、 1.29というね、数値になってます。通常ね、コーヒードリップの基準が 1.15 から 1.35 ぐらいなので、ちょうどね、なんかこういい感じの濃度になってるかなと思います。はい、ではね、一回リセットしまして、モカエキスプレスで入れたコーヒーを測ってみたいと思います。はい、出ました。やっぱ全然濃さが違いますよね。この下のね、 TDS が 4.7 を指してます。
いやドリップのね、さっきの測ったものがね、1.29とかだったので、それに比べるとね、だいぶ濃いというのがね、分かります。濃厚にね、入るということですよね。いや、これは面白いですね。はい、では続けてブリッカをやっていきたいと思います。お、出ました。はい、おお、こちら TDS 8.54というね、数値が出ております。だいたいエスプレッソが8から9っていう基準があるんですけど、ほぼほぼそれにね、もう入っている状態ということですよね。同じ条件でね、こうドリップしたもの、そして、モカエキスプレスとブリッカとやった状況でこんな感じになりました。いや、面白いですね。はい、皆さんお疲れ様でございました。今日はね、モカエキスプレスとブリッカでそれぞれ TDS の数値を調べてみました。いや、実にね、興味深い結果が出ましたね。やっぱりね、モカエキスプレスにこのちょっとね、こう圧を少し多く加えたブリッカ、やっぱりブリッカの方が濃厚に出るといった感じにな結果になりましたね。で、コーヒードリップの通常のものと比べてもね、全然やっぱりこのマキネッタというのは本当濃厚なね、コーヒーを作る道具なんだなというのが、証明されたかなと思います。なのでね、もうお家で気軽にこうカフェラテみたいなことをやるんでしたら、このマキネッタ、やっぱりね、おすすめだと思いますね。はい、本日もご視聴ありがとうございました。で、本日の動画いかがだったでしょうか。いいねと思っていただいた方は、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。また、コーヒーサムライ各種 SNS やっておりますので、ぜひそちらもご覧いただければと思っております。それでは皆様、素敵なコーヒーライフをお過ごしください。バイバイ。